マルヌ・ライコール・コケットは、フランス、イルド・フランス地域圏、オード・セーヌ県のコミューン。県内で、最も人口の少ないコミューンである。パリの西にあり、サンクル公園とフォーズ・ルポズの森の間にある。非常に森の多い町は、ナポレオン三世のドメーヌであったビルヌ・ブレタンの周囲で発展した。かつての可愛らしく静かな村の佇まいを今も、残している。2009年、 マルグライコールコケット住民の平均収入は86,456ユーロであった。面積は348ヘクタールで、標高は105メートルから178メートルの間である。町は東西の森林地帯に挟まれている。土の一部は泥街道であり、地名の由来となっている。パリ地域で最も森の多いコミューンの一つである。1859年。 デクレによって、ナポレオン3世は、マルヌの小さな町にマルヌライコールコケットの名を許可した。当時、この地は、マルヌレサンクルーと呼ばれていた。実際、長い間サンクルーに依存してきたからである。13世紀初頭のパリ市教オドンドシュリーが、自らが所有する、森の中に新しい村を作ろうとした時、すべてが始まった。マルヌという名はまさに石灰室の土に由来し、 そこでは、ドロカイドが見つかっていた。パストゥールの共造1852年、共和国大統領ルイナポレオン・ボナパルトはビルヌーブ、デタンのドメーヌを購入した。このドメーヌはフランス第一帝政時代には、ニコラジャンド・デュースールトが所有し、その後は、マルヌ・伯爵夫人の称号を持っていた、フランス王大,大使妃、アングレーム公爵夫人、マリー・テレーズ・ド・フランスの財産だった。 皇帝に即位してから、自らがサンクルー城に住むと、自らの警護隊であるサンギャルド船隊を住まわせるためマルヌに一戸建て住宅を建設した。1859年から1860年にかけ、マルヌの町の中心部に、皇帝は皇后ウジェニード・モンティジョの名にちなんで、サントジェニー教会を建設した。1878年、皇帝のドメーヌは私有ではなくなった。 1880年代に、シャトーは破壊された。ドメーヌは、公教育及び美術賞に割り当てられることとなった。ドメーヌの一部は、狂犬病ワクチン発見後の研究を続けるため、ルイ・パストゥールに寄与されることとなった。実験には、多くのウサギと犬を必要としたため、ゆるむ通りの実験用動物飼育所は、動物で、飽和状態になり、近隣の妨げになった。パストゥールは、 サンギャルド船体の一戸建て住宅に研究室を移転した。彼はそこに自らの研究所を設置する予定であった。しかし国際的に寄付が集まったためパリのデュトガイに土地を買うことができた。彼はそこにパストゥール研究所を建て1888年より開設した。ビルヌーブレターンはパストゥールの夏の別館となった。彼は1895年9月28日に 亡くなった。彼が使用した部屋は当時のまま保存されている。2005年5月29日に行われた欧州憲法条約に関する国民投票で、マルヌライコールコケット住民は82.04%が支持、17.96%が反対票を投じ、圧倒的に欧州憲法を支持した。危険率は22%であった。 2007年フランス大統領選挙では第1回投票でニコラ・サルコジが59.33%、フランソワ・オアバイルが16.88%、セゴレーヌ・ロワイヤルが12.37%、ジャンマリ・ルッペンが5.03%の票を獲得した。第2回投票ではサルコジが約79%を獲得、ロワイヤルは約20%で、 全国平均よりもサルコジが突出して票を多く獲得した。この時の大統領選挙の投票率は非常に高かった。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。